皆さんこんにちは。新柴仕切り役の鳥部真理子です。はーい、皆さんこんにちは。箕輪美香役の日岡夏美です。はい、ということでですね、はい、今日はなんと VR チャットミカミカルームを体験してみたいと思います。イエーイ、やった？これ初めて。だよね。うん、すごい楽しみ。ここはミカさんの。そう。お部屋、うん、カラオケルームの中の一番いい部屋をミカサは占領して自分の部屋にしてるんですけど、その部屋に実際にこう私たちが入れちゃう、ちょっとミカミカのプライベート空間を見れちゃうっていう、ちょっと早速ねやっていきたいと思います。イエーイ、よし、では入る、早速オープン。すごい、ぬいぐるみいる、みんないる、みんないる、みんないる、だよね。みんなちょっと待って、何やってんの？カップラーメン食べてるんですけど。なんかミカさんわかるけどさ、ミカさんわかるけど、これ私たちも食べれるのかな？食べたい。持てるかな？持てない？あ、スイカあるよ、スイカ。かき氷ある。おお、持てた。すごい。落ちた。スイカの上に落とした。荒らしていくスタイル。パッドがあります。うさぎさんの形。あ、これはホップステップシングの漫画、コミックだね。がここでも読めるっていうことですね。矢印があるからあれかな、多分右。あ、めくれた。見える。すごいね、これでも読むことができるんだ。なるほど。楽しい。これちょっとやってみなよ。楽しいね。ぬいぐるみ好きなんだね。押してみて。どうなるの？なんか落とした、今。やっぱ落とした？ミカさん、ぬいぐるみだよ。どうぞ。はい。あら。消えた。下にあるの。他のバージョンになったりとか。そう、なんか入る時によって。みんながやってることが違うらしくて、今ラーメン部屋になってるんだけど、本当だね。喋ってくれるお部屋もあるみたいな。ああ、なるほど。じゃあその時々によってやってることも違うし、見れる姿も違うみたいですってことですね。私個人的にこの仕切りのさ、制服可愛いなって思うんだけど、カラオケの制服。カラオケの制服だよね。みんな何着てるの？みんなね、ニーナはね、赤く制服です。しかもニーナメガネかけて可愛い。ニーナかけてるね。こう下から見えないのかな？見たいね。なんかしゃがみたいね。多分 VR で、私たちこれパソコンでやってるけど VR でやるとこうより近づいたりとか、ちょっと触ったりとかができるのかも。なるほど。はい、では早速つけていきましょう。VR、かっこいい。これどうやってつけるんだろう。かぶっていきたいと思います。すごい。ミカサかわいいよ。ミカ。わあ、すごいね。いろいろ。これずっといっちゃうね。ずっとい続けられちゃうけども、今日はこの辺で。もう終わり？嘘。ずっといたい。ここまで。ずっといたいよ。この先は皆さん。ご自分でアクセスしてください。確かにこれはね、ずっとやってると危険だわね。いくらでも入れちゃうよね、きっと。はい、ということで VR ゴーグルを使ってミカミカルーム体験してみました。すごかった。うん、なんかさ、やっぱり VR つけないで PC でやるのと比べても、やっぱりこの360度見えるっていうのがすごく臨場感が違うよね。やっぱりこれをつけた人にだけしかわからないこう近さというか、そこに存在しているかみたいのがある気がする。やっぱミカサとか仕切りとかニナとかキャラクターたちがすごく近くに感じられるんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、この VR チャットミカミカルーム体験してみたいよっていう方は、公式のホップステップシング公式の、ホームページだったりツイッターをぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。ということで、めちゃくちゃ楽しかったね。楽しかった。みんなもぜひぜひ体験してみてください。